続きを踊ってらっしゃる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よいしょ、潰しそう指導潰しそうね、ちょっとあいな、うまいことゴルドン乗れたな。結構様になってるぜ。いよいよメドスポールが攻めてきやがる。どうだ、戦いの準備はいいか。オッケー。ペロのやつには穴から助けてもらった借りがある。今度は俺たちが助けてやらなきゃな。あ、一番最初のね。それにしても不思議なやつらだぜ。あんなにビビってやがったのに、ペロを助けるためならって自分よりペロを気にして戦うなんて。ひょっとしてこれが何。まあいい、とにかく聞くと会えるな。ペロのためにメドーサボールをぶっ倒そうぜ。どこ、どこに行くの、どこに出てくるの。あ、そっか、地下から来るって言ったっけ。行動の中か。うえい、来たー。え、めっちゃ巨大じゃない、大丈夫。うわ、穴吹き飛んだよ。周囲のもの全て吹き飛んだんですけど。え、どういう。地震の元凶、石化を操る。許さない。美しいもの、光り輝くもの、私絶対許さない。私への視線奪うもの、私から視界奪うもの、全部全部石にする。それが私の役目。ハーゴン様の破壊の教え。どう、久々の好きな人との再会は。メドーサボールの石化光線、三鏡の小手で跳ね返す。光線来たら正面から腕で受け止める。そしたら反射してあいつに当てられる。X で跳ね返すのね。オッケーオッケー。石化光線を貯めている。どのタイミングで撃ってくるんやろ、わからんけん、とりあえずやっとくか。ヘイ、メドーサボール石化した今がチャンス、チャンス。しかし遅い。なるほどなるほど、こういう感じね。いやー、みんな逃げてー。あ、あいつが勝手に遠くなってくれるんや。手下を呼んだ、やめて。手下ちょっとみんな、え、あいつも消えるんかーい。手下を倒せ。ちょっと待って、これは何、石化光線なのってよくわかんないんですけど。やべえ、ゴルドン強いめっちゃ強い。ちょっと待って、なんかいろんな方角からさ、光線みたいなの飛んでくるんやけど、あれは石化光線ということかな。あ、はい、倒したよ。どこ、何、地下から様子を見ている。あ、これで蛇を攻撃しろ。オッケーオッケー。ヘイ、気絶したやん。はい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 、いないいないいない。どこ、て本体出てくる。あ、来た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 。石化光線を貯めている。ほいや、撃ってこーい。はい、来たー。いけー。しかしゴルドン走れない。いけ。あー、好きな人にめった打ちにされるというこの辛さ。いやー、また手下呼ぶんかな、その繰り返し。はい、来たー。次はそっちの方向なのね。よっしゃ、来いやー。あっという間にやっつけたるわ。くそ、ヘビも攻撃できるかと思ったのにできんかったー。ほいほい。さあ、みんなもどん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 攻撃して、手下たちに。ヘイ、あ、あとちょっとあとちょっと。オッケー。あっち側やつ、危ない。え、大丈夫、避けたけど石化してない誰か。あ、石化してた今一瞬で。こっちに向かうわけですね。はい、見えてる見えてる。イエーイめっちゃ攻撃するやつ。お、これめっちゃ攻撃与えれるやん。おっと、で出てくるさあ来いよ。あれ、どこ、そっち、見てる方向が違うけど。
分身？なになになに、アイナ騙されるザメ。片方本物、もう片方幻。よく見ろ、お前なら本物わかる。わからんわ。なに、どっち、どれ。ちょーっと待って、無理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 。え？え？こっちや、こっち来いや。大丈夫、合ってる。おっしゃい。あれや、赤化光線の光の色が違った。本物は青白い、偽物はピンクっぽかった。はい、来たよ。あとちょっとや。あとどれぐらい？ 2 回分ぐらいかな。どうかな。よし、来い。なんか誰かマグマの中におらん。死んでる。大丈夫？大丈夫？アーマンとかやねん、あれ。あ、すごいな。ゴルドンのと戦いよる剣か知らんけど、全然体力減ってないんやけど。すげえ。さすが。はい、倒したよ。どこ？あ、そっちか。待って、今回も二人おったりとかする？戦。なあ、なに？どこ行った？おったおったおった。怒りなし、上空からの攻撃を走って避けろ。ちょ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 。赤化光線打ち上げとかやめていいやー。ちょ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 。危ない危ない危ない。何やってんの、ちょっと。危ないよ。いやー、ちょっと待って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 、危ない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 、助けて助けて助けて。やばい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 。怖い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 。ふぅ。いえ、近いよ。てい。あー、またしても、おっと、3体になった。マジかー。どれだ？どれが本物だ？え？こいつ！こいつや！ほい！はい！よっしゃい！いったいった！今がチャーンス！あ、これでもういけるんじゃね？ほら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 。絶対いけるいけるいける。みんなも攻撃して。じゃんじゃん攻撃しても。おお、いったんじゃね？これ。やったー。え、どうなった。おー、最後になんかさ、最後の別れみたいな会話みたいなのないん？切ない恋の物語は。レベルアップ、なんかめっちゃ綺麗な鉱石出てきたんやけど。てかじゃんじゃんレベル上がるね。アイナたちのレベルが19になった。これ何？お、新たなレシピをひらめいた。鉄の盾。鉄を平らに打ち、木の持ち手をつけた盾。ふんふん。で、これは？始まりの黄金を手に入れた。なんだそれは。バトルコンプリート！よかったー。ふぅ。やったな、いな。メドウスボールをぶっ倒したね。これでペロの石化も解けるはずだな。ところでお前、今何か拾ってなかったか？うん。おお、アイナさん。なになに？ありがとうございます。よくメドウスボールを倒してくれました。これでペロも救われることでしょう。島の総督であるメドウスボールを倒したってことは、この島も教団支配から解放されるわね。今は教団なんかよりペロだ。待ってるよ、ペロ。今助けてやるぜ。ああ、ペロさん。僕はやりました。僕を主軸とした、僕とその仲間たちがあなたのために。違うわ。ペロ助ける。でもまだやることある。ん？やることだと？とりあえずだ。物どもに壊された建物は、ビルダーである俺たちが修復しておこう。みんな自分たちがビルダーっていうのをすごい主張してくるね。拠点がほぼ元通りになった。さあ、これでペロを戻すことができるということかしら。アイナ、お前本当にすごい。よくメドウスボール倒してくれた。俺、前話した。力完全に取り戻すには特別な道具いる。あ、それが今のかな。メドウスボール持ってた。始まりの黄金使えば、その道具作れる。
何あれ、向こうでなんかバーテンと何やっけ、踊る宝石、めっちゃ話しんやけど何しんやろあれ。その道具で力戻れば俺大好きなペロ救えるんだ。さあ鉄の作業台使って、始まりの黄金と金銀銅のインゴットで俺に力与えるもの作ってくれ。うんうん、なんだ新たなレシピ。黄金の輝き、始まりの黄金の魔力の輝き。ふんふんふん、それを作ってこいと。ここで作れるんかな。あ、作れる作れる。やば、めっちゃ輝き出したんやけど。さあ、そしてこれをゴルドンに投げつけろということかな。ゴルドンできたよ。うごごご、黄金の輝きできたんだな。さすがだぞ、アイナ。それあれば俺、力戻る。ペロ元通り、鉱石も元通り。さあ、アイナ、その黄金の輝き、俺にくれ。はい。はい、おー、ありがとう。これでペロ助けられるぞ。いよいよだぜ。いよいよペロの石化を解いてやれるんだ。そしてそして、ゴルドに力が戻るってことは、ゴールドラッシュも戻ってくるってことね。その通りだ。みんな待たせて悪かった。そして今まで金や銀や銅くれてありがとう。大丈夫これ。え、そんなはずじゃんみたいなことにならん？この黄金の輝き使ったら俺消える。え？何？どうしてだ？どういうこと？俺、この酒場と一つになる。そうすれば島全体に鉱石戻る。ペロも石化溶ける。そういうこと？あ、しかしそれでは。みんなのため。ペロのためなら俺大丈夫。俺消えても後悔ない。へえ、悲しい。別の意味でのそんなはずじゃんなったね。ありがとう、アイナ。俺、みんなと一緒で楽しかったぞ。あ、同じポーズじゃない？これ。で、この酒場が話し出したりとかせんよ。そういうことではないよね、別に。ほ。宝石だらけに。金だけでいいよ、別に。おっかまりにゴールドラッシュが戻った。おー、続きを踊ってらっしゃる。目指せゴールドラッシュ完全制覇コンプリート。やったね。あれ、私どうしてパーティーは終わっちゃったの？ペロペロペロー、うおー。え、どうしたのよパパ、急に荒くれみたいな声を出して。そういえばゴルドンは？ゴルドンは、ゴルドンはもう。その夜、ペロの回復と鉱石の復活を祝って盛大な宴が開かれた。荒くれたちはペロをもみくちゃにしながらも、これからの鉱石採掘に筋肉を厚くした。ペロはもみくちゃにされながらも、消えてしまったゴルドンに思いを馳せていた。そして夜が明けた。活躍を見ずに終わってしまったやもんね。アイナ、昨日はとっても楽しかったわね。パパやアラクレたちがやたらベタベタしてきてちょっぴり鬱陶しかったけど。話は全部聞いたわ。私が元に戻れたのも、鉱石が戻ったのも、全部あなたとゴルドンのおかげ。アイナ、本当にどうもありがとう。まあみんなのおかげでもあるけどね。お前たちが言ってたこと、ようやくわかった気がするぜ。自分を犠牲にしてでも誰かを助ける。それが愛ってやつなんだろ？くだらない気もするが。ま、悪くはないな。指導ったら素直じゃないんだから。さあ、これからこの島はゴールドラッシュに沸き立つはずよ。ゴルドンがいないのはやっぱり悲しいけど、あの子のためにも頑張らなきゃ。ん？ん？どうした？ペロ、なぜ悲しむ？この声、ゴルドン？やっぱり話すやん。俺、酒場と一つになった。いつでもここでみんなを守ってる。俺、いつもみんなと一緒。だから悲しむことない。動けんなっただけって感じかな。そっか、そうよね。ありがとう、ゴルドン。私、あなたのこと、大好きよ。
あ、そうだったわ。アイナ、シド、あなたたち何か大切なこと忘れてない？何？大切なことって。ん？全然知らんけど。アイナ、シド、改めて島にゴールドラッシュを取り戻してくれてありがとう。でも肝心なこと忘れてない？あなたは自分の島の仲間を探しにオッカモリに来たんでしょ？そういやそうだったな。すっかり忘れたぜ。ごめんなさい。それどころじゃないくらい大変な思いをさせちゃって。実はね、みんな二人と一緒に空っぽ島に行きたがってるの。アイナ、シド、みんなに声をかけてみて。え、みんな？いや、言うて一部やんね。アイナ、見事にメドウスボールを追い払ってくれたな。なかなかのゴルドンさばきだったぞ。ゴルドンさばき。いいね。そうそう、お前さん。元はといえば、金属と空っぽ島の仲間を探しに来たんだったよな。俺は鍛冶屋として、まだまだお前さんと物を作りたい。どうだ？俺も島に連れて行ってくれないか？オッケー。よく言った。俺の鍛冶屋としての腕と知識、お前さんの島でも生かしてくれ。さあ、一緒に空っぽ島に行くとしよう。アイナ、シド、教団を倒したのも、鉱山街が蘇ったのも、全部おめえらのおかげだ。俺は鼻が高いぜ。何せお前とシド、でもって、俺ともしも荒くれ仲間だからな。さてと、行こうぜ。おめえ空っぽ島に帰るんだろ？さも当然のように俺も行くからな。さも当然のように、いやいいけども。どうするアユナ。いいやん、連れて行ってあげようよ。おーい、まさかダメだなんて言わねえよな。俺もお前らの島に連れて行ってくれだろ？いいよ。うおー、やめろよ。冗談は顔と体と足と腕だけにしろよ。全部やないかい。よし、俺もおめえの島でバリバリ働くぞ。筋肉だ、筋肉だ、筋肉だ。ちょっと待って、筋肉しかないやん。ちゃんとして。アユナ、オイラ怖かったけど、一緒に戦えてよかったぞ。ペロ一緒に救えて嬉しかったぞ。オイラ聞いたぞ。お前たち二人の島に帰るんだろ？オイラ悲しいぞ。オイラたち四人は、ずっとオッカムルの荒くれ仲間だぞ。オイラ二人のこと忘れないぞ。やい、マシモ。何言ってやがんだ。アイナとシドウと一緒に、俺たちも空っぽ島に行こうぜ。けど、鉱山は、バーはどうするんだ？せっかくゴールドラッシュが戻ったんだぞ。アラクレは他にもたくさんいる。バーテンダーだってこれから増えるさ。だが、俺たち4人の筋肉はこれだ。俺たちだけのもんだ。俺たち4人の筋肉って何？俺たちが行かなくてどうすんだよ。いつの間にそんな絆が生まれとった、ちょっと。そうだ、マシモ。お前も強く言わずに来い。そんなに仲良かったよね、4人。知らんかったわ。わかった。アイナ、オイラも行くぞ。お前の島にオイラも連れて行くんだぞ。オッケー。やったぞ、やったぞ。オイラたち4人はどこまでも一緒だぞ。みんなで空っぽ島を開拓するんだぞ。一面みたいな感じ。楽しそうだな、おい。いやー、いいね、いいね。アイナさん、おかげさまでゴールドラッシュが戻り、バーもかつての賑わいを取り戻しました。長年願い入れたバーをこんな素晴らしい形にしていただいて、あなたには感謝してもしきれません。私はこのバーでずっとシェイカーを振り続けたい。アラクレさんと鉱石をめでながら。しかし、私には分かっています。ペロは、私の娘は、どうせあなたの島に行きたいと言い出します。で、あるならば、私もあなたの島に行きます。そしてあなたの島でシェイカーを振ります。さあさあ、アイナさん、私もあなたの島に連れて行ってくれますね。いや、いいよ、別に。そう来なくては、空っぽ島にいるあなたのお仲間に、ルビーラを振る舞うのが楽しみです。さあ、共に空っぽ島に参りましょう。んで、あとは、何？どうした？なんかくるくる回ってるけど。あら、ジュエルンも？あんたたちのおかげで素敵な宝石をたくさん見ることができたわ。ありがとう、アイナ・シド。けど、一番輝く宝石はみんなのすぐ近くにあったのよね。輝くのは宝石だけじゃなかったんだわ。ところであんたたち、これからあなたたちの島に戻るのよね。ひょっとして、私を誘いに来てくれたのかしら。お、来てくれるんなら。やだ、冗談つもりだったのに、嬉しいこと言ってくれるじゃない。でも、私この島にまだ未練があるの。綺麗なものは近くにあるって知ったから。あゆな、私しばらくこの島で宝物を探すわ。いつか時が来たら迎えに来てちょうだい。後からっていうパターンもあるのかな。アイナちゃん、シドウちゃん、メドウスボールとは熱い戦いだったわね。おばさんも久しぶりにハッスルしちゃったわ。でも、ペロちゃんを救えてよかった。私、鉱山街のアイドルになる自信、まだないもの。なれんよ。
他のバニーちゃんおるけんね。そうそう、アイナちゃん。あなたこれから空っぽ島に戻るのよね。おばさん、二人のこと心配だわ。特にシドウちゃん目つきも悪いし、飛行に走るんじゃないかって気が気じゃないの。飛行、そういうレベルじゃない気がするけどね、シドウやし。ち、なんだよ飛行って。俺は空を飛んでも走ったりしないぜ。シドウちゃん、悪い子はみんなそう言うの。言わない言わない。おばさん、やっぱり保護者として空っぽ島についていっちゃおうかしら。ね、いいアイデアだと思わない？いいよ、別に。そうよね、そうよね。私のアイナちゃんならそう言ってくれると思ったわ。いつの間におんばさんのアイナになったんだ。ところでアイナちゃん、あなたの島にたくましくてひげの生えた素敵な殿方はいない？あー、おるよ一人。実はおばさんね、そろそろ結婚も考えているの。島でのおほほな出会いにも期待しているわ。まあ一人おるし、いいぐらいの年齢なんじゃないかと思うけどね。さあ、一緒に二人の島に行きましょう。お、まだ。アイナさん、ビルダーの鐘に導かれてここに来た時は、こんなことになるとは思いませんでした。後ろで荒くれが踊るようやけど。敬虔なハーゴン教団に信者だった僕だ。こんなすごいバー作りのお手伝いをするなんて。島に金や銀が戻るのを見て、僕は思ったんです。坑道に潜って僕も鉱石を掘りたいって。荒くれになるの？これから僕は、この島の荒くれを目指します。そのためにまずは筋肉を作ります。じゃあ今度帰ってきた時には、見た目で判断がつかんなっとるかもしれんね。アイナさん、この島のことは僕たちに任せて、ご自分の島を素敵に開拓してください。了解です。ということだったよ。このメンバーが行くらしいよ。アイナ、シド、みんなと話をしてきてたね。パパまで、みんなアイナについて行きたがるなんて、アイナの人望ね。で、ペロがこんかったりするんやろ。だけどアイナ、やっぱり私は一緒に行けないわ。もう行かんって。一度は行こうって思ったけど、ここには鉱山街にみんなもゴルドンもいるし、置いていくわけにはいかないもの。まあ、確かにペロ行ったらゴルドンかわいそう。うおー、そりゃないぜ、ペロー。何、やめちゃう？なあ、ペロ。お？その声はゴルドン？自分の気持ちに嘘つくダメ。ペロ、アイナと行きたいんだろ？俺たち大丈夫。アイナと一緒に行ってこい。そしていつか、アイナの島のこと、俺にも聞かせてくれ。ゴルドン。へえ、感動なんやけど。わかったわ。それじゃあ、アイナ、私もあなたの島に連れて行って。本当は私、あなたの島にどうしても行きたかったの。一緒に空っぽ島を開拓させてね。おー、これで、ちょっとルルの座が危うく。いいこと、アイナちゃん。おっかむりにはいつでも帰ってくれるはずよ。素材は無理に持っていかなくてもいいわ。それに、俺たちが使えそうなものをこっそり集めておいた。島に着いたら渡してやるぜ。よし、準備ができたら船着き場に行こう。みんなで空っぽ島に帰るんだ。ルルやチャコもきっと待ってるぜ。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは、これからまた一回、空っぽ島に戻って、空っぽ島でまた何かしらやって、別の島に行ったりとかするんかな。しばらくまた空っぽ島かもしれんね。